昨日、20代の男性消防士の感染が確認された北海道美瑛町では、今朝から勤務先の消防署で消毒作業が行われています。美瑛町では職員が消防車の上に立ち、噴霧器を使って隅々まで消毒しています。北海道美瑛町で昨日、新型コロナウイルスの感染が確認されたのは、美瑛消防署の20代の男性消防士です。男性消防士は発熱する前日の今月17日に消防署で事務作業をしていて、町は当時一緒にいた消防士8人を当面の間出勤停止とした上で、消防車や署内の消毒作業を進めています。町によりますと、消防の出動に影響はないということです。この男性消防士は救急車にも乗ることがあったということで、町民との接触がなかったか確認を進めています。